三歩、日傘を指す女は、フランスの画家クロード・モネが1875年に描いた絵画。三歩、日傘の女、日傘の女性、モネ夫人と息子とも、1875年に描かれたラ・ジャポネーズと共に、1876年の第二回、印象派展に出品されている。 日傘を頭上にかざしているのは、モネの最初の妻神ミエであり、彼女が長男ジャンと共に草原を散歩する様子が、下から仰ぎ見る構図で描き出されている。散歩ドレスの白色が、逆光の中で青紫色に染められ、古外製作に特有の臨場感が生み出されている。ジャンが頭に乗せている帽子には、1873年に描かれた、アルジャントゥイユのひなげしや、 昼食と同様の赤色の縁取りとリボンが確認できる。モネは1875年頃、本作のように日傘を刺した女性と子供をテーマにした作品を頻繁に制作しており、神奈川県箱根町にあるポーラ美術館に収蔵されている散歩もその一例である。古外の人物収作は、モネが1886年に描いた作品で、日傘の女とも呼ばれ、 散歩、日傘を刺す女性の構図を意図的に再び採用した作品である。散歩、日傘を刺す女性では、日陰になっていながらモベールの下の髪入湯の表情が描かれているが、古外の人物収作では、モデルを務めたオシュデ夫妻の三女、シュザンヌの表情は半然としない。1887年にモネは、こうした試みを行った意図について、 批評家のテオドール・デュレに対して、私が納得するままに、風景画のように古外の人物を描くと述べている。モネは、シュザンヌのことをモデルとして、気に入っていたが、ちょうどその場にいた、オシュデ夫妻の四女ジ,ジェルメーヌは後に、画家からの注文が多かったために、モデルは疲弊したと回想している。古外の人物収作は、古外の人物収作と、ほぼ同時に描かれたと思われる作品で、 日傘の女とも呼ばれ、モデルはシュザンヌで、表情はほとんどわからない。ありがとうございます。